将軍炎章を慎みて天に継ぐ。逆賊曹操は天に逆らい、官を奪い、民を虐ぐ。新将天道により国軍を率い、賊を討ち、世を清め、天よ我を助け、勝利に導かんことを、我血を捧げて祈願する。大将軍炎章を慎みて地に継ぐ。逆賊曹操は天に逆らい、官を奪い、万物を枯らし、民を苦しむ。新将地に伏し、土より生じ、万物に代わりて霊気を身に受け、国賊を討ち、大地を蘇らせん。我血を捧げて祈願す。一生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 。大将軍炎章を慎みて祖に継ぐ。逆賊曹操は官を奪い、先祖の御霊を苦しむ。宗廟を破壊し、御霊を冒涜す。将恨みを持って国賊を討ち、曹操の首を霊前に祀らん。先祖の霊を我を助け、我を将にせしめよ。我血を捧げて祈願す。外の騒ぎは何事だ。ああ、主君が曹操討伐に向けて天と地と先祖を祀られている。また出兵するのか。ああ、今度は70万の大軍だそうだ。ああ、見かけ倒しに過ぎん。おい、筆と墨だ、なんとかおいさめせねば。伝法殿、おやめなされ。こたびは投獄では済みませぬぞ。お止めして死ぬとあれば、それも本望。腕と墨よ。全軍の兵たちよ、心して聞くがよい。この一戦は炎一族の存亡を決するのみにあらず、そなたらの永辱をも決める大事な戦である。これで今後500年の歴史が決し、国家の行く末も定まるのである。生死存亡、家福永辱、朝廷の支配権はこの戦にかかっておるのだ。一生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 。また伝法のやつだ。出兵するなと申しておる。大戦を目前に泣き言を送るなどもってのほか。士気がそがれるわ。父上、
天と地と先祖を祀るのに生贄がございません。伝法の首を捧げれば式も上がります。それはいかん。我が君、それだけはなりません。戦が始まってもいないというのに首を切るのですか。曹操を討つべく出兵を控えた大事なこの時期に吉兆とはなりません。ならばどうするのだ。伝法の処罰については我らが大勝利を収めた後凱旋後でもよろしいかと。伝法は大口を叩くだけのただの小人でございます。時代が読める上に視野も狭い。その浅はかな伝法に主君の偉大な戦績を見届けさせるのです。凱旋後、凱旋後です我が君。その時自決させても遅くはありませんぞ。よかろう。その時が来れば伝法と曹操の首を並べ仲良く焼き尽くしてやる。さすがは我が君、それが何よりです。教諭、ここに命を伝える。出陣の太鼓を打て。主君の命だ。出陣の太鼓を打て。我が君、我々戦闘部隊の出陣は朝。なれど正午を過ぎた今となっても最後尾の部隊はまだ城を出たばかりです。戦闘から最後尾まで戦列の長さはなんと100人にも及ぶのです。これぞまさに津波のごとき大軍、まことに壮観ですな。曹操のやつももう出陣を知ったである。噂を聞き肝を潰していなければよいがの。我が君、ここから曹操の主軍挙動まで130里、関東までは80里です。報告によれば曹操は兵馬兵糧すべて一手に挙動に集めたとのこと。臨戦態勢に入った模様です。伝えよ、軍が関東に着いたら3つの兵を設営し互いに連携を取り合うのだ。よい。はい。はっ。袁紹は紀州にて討伐を祈願し血の誓いを立て天地先祖を祭り水陸70万の大軍を率い進軍開始。3人の息子も軍を率い先鋒を争った模様。援軍は騎兵隊、弩弓隊、鉄鋼隊、戦車隊、武器兵糧も充実しており、その戦列は陸路では100里、水路で50里をなし、先鋒は今日にも関東に達します。そなたたちもこれほどの大軍を相手に戦をするのは初めてであろう。袁紹の言葉は正しい。この一戦で今後500年の歴史が決し、この一戦で朝廷の支配者が決まる。皆の者に聞こう。戦うか和睦か、戦うとあらば短期戦か長期戦か、和睦なら交渉か降伏のどちらか。忌憚なく申してみよ。上将、袁紹は勢いも兵力も絶大。当面は戦を避け和睦し、機を見て変を待ち、計りようと思って制すべきと。いや、決戦です。戦いを挑むべきだ。全軍投入の短期決戦です。何故か。私には袁紹の心の内が透けて見えるのです。
炎章は間違いなくこの巨頭を狙っている。和睦を申し入れても応じないでしょう。しかも兵の数がいかように多くとも見かけ倒し。将軍たちに聞こう。関羽は一人で三日のうちに顔料と文集を倒してみせた。百戦錬磨の貴殿らがまさか関羽一人に及ばぬと申すのか。戦おう。戦いましょう。上将、私を先方に。上将、私なら精兵二万で敵を撃破します。その昔、若干二十歳の頃、わしは炎章を崇拝しておった。何故か炎章が四聖三公の名家の出で門生孤吏も大勢いたからだ。一方わしの祖父は宦官で肩身が狭く、炎章にもよく揶揄された。三十の頃には共に朝廷に仕えたが、上辺は敬いつつも内心見くびるようになっておった。何故か奴が董卓を都に引き入れた結果、天下の大乱を招いたからだ。わしは忠告したのだ。自らの手でむざむざ狼を招き入れるのかと。四十になる頃、それぞれ領地を持つようになると、わしはやつを軽蔑した。何故か、やつは人の上に立つには度量が乏しく見識が浅い。外面こそ寛大だが、その実嫉妬深く、頑固で疑り深い。統率者でありながら策に溺れ、度胸にも欠け、兵の数ばかり多く、士気は不統一。将兵たちも命令に従わない。父親としても息子たちにおのおの兵を持たせ、後継ぎの座を争わせ、身内ばかりを重用する。これで分かったであろう。わしは炎章をこう見る。父親や指揮官として決して人の上に立つ器ではない。見かけは大層なれど、中身は凡庸に過ぎん。実はこの戦、8年前から想定しておった。その後我らは炎術を倒し、天使を迎え、助手を治め、中原の覇者となった。もはや炎章との決戦、その戦が近いのは明らか。我々はこの8年休むことなく、この戦に向け準備をしてきた。ありのままに妄想。8年前、炎章の手勢は30万だった。わしは20万あれば勝てると思っておった。3年前、炎章の手勢は50万となり、わしは10万程度の兵馬があれば勝てると思った。そして目下、炎章は70万の兵を要し、たった一人で4州を独占しておる。勢いは天まで届かんばかりだ。だが今わしはこう思う。炎章を倒すには精兵が7万いれば十分と。なぜ炎章の兵が増えるのに対し、主君が目論む兵の数は減るのです？兵は数より質であり、将は勇より知である。将士の数を競うなら、常しえに炎章にはかなわん。強さと智謀で競うなら、炎章が3人いようとも、この早々にかなわず。総人。はい。わしが準備した部隊のことを話してやれ。はい。皆の者、主君はこの8年各地の勇士を選び、演習にて訓練を積ませていた。今や訓練を終え、その者たちは総勢7万の精兵となった。
皆揃い百戦錬磨の猛者であり、勇士の中の勇士、強者の中の強者だ。そのうち4万は鉄騎兵、1万は長槍兵、8000は重装歩兵、その他に弩級兵と八石車の兵がおる。この7万の兵は我らの剣であり矛である。用いれば炎章軍を一撃で打破できる。他にも我らのもとには20万の兵が残っている。この者たちがどんな働きをするかといえば、兵馬20万の任務はただ一つ、炎章軍が総崩れを起こした時躊躇なく敗走兵を追い、一人残らず皆殺しにすることである。よい。この戦いは一戦で勝敗が決まる。祖先を取るのだ。祖先に勝てば炎章軍は一気に瓦解し天下を取れる。祖先に敗れれば我らは住まいを失い、葬られる場所もない。それゆえ精鋭7万を全て初戦に投じ、一戦で雌雄を決する。はっ。総比よ、8000の老弱な兵のみでこの巨都を守れるか。ご安心を、必ずや守り抜きます。8000でも多いほどです。何故そう思う。純育殿が炎章に巨都を顧みる余裕はないと。そうか、純育からよく学び待機となれよ。心得ました。上将、炎章軍はその兵力より兵糧の多さが厄介です。聞くところによれば200万石以上を準備しているとか。こちらの蓄えは15日分、決して長引かせてはなりません。兵糧が悩みの種なのは毎度のことだ。15日以内に必ず肩をつける。上将、申し上げます。関東までの距離は20里、敵はすでに山腹に陣を構えています。援軍はどちらを向いておる。西を向いております。よし、わしはこれから炎章に茶を振る舞う。陣を敷け。はい。協調長領、ここに急ぎ鉄器4万を引き、後方から奇襲をかけよ。はっ。加工トン加工軍、ここに八石車とともに中軍を守れ。御意。装甲学進、ここに長槍隊を引き先方へ。はっ。上皇右近、ここに弩級隊を引き敵の前線を狙え。御意。出陣。一緒にと申しております。
曹操は悪知恵が働きます。相手になさいますな。即刻全軍に奇襲をお命じください。いや、今日の戦は後世に語り継がれる歴史に残る一戦だ。我が軍は威厳に満ち、勝利は確実。正々堂々曹操の首を取ってみせようぞ。奇襲など必要ない。全軍は待機し、弓も射てはならぬ。死を目前にした奴が一体どんな話をするか、わしは聞いてみたい。我が君、お気をつけて。まあ黙って見ておれ。炎症殿、お元気そうですな。お気遣い感謝する。日を追い年を経るごとにますます健やかになっていく。炎症殿、どうぞ。そなたは朝廷の上将であろう。そちが先に。上将どころか俗称だと申す者もおりますぞ。年長の方を敬うのは当然のことだ。さあどうぞ。かたじけない。我らも随分長い付き合いだ。若い頃から目をかけてもらった。よく貴兄に連れられ洛陽を遊び回ったのを思い出します。昼のうちは鷹狩りに興じ、夜は夜で随分と派手に騒ぎ、実に愉快な日々であった。貴兄はこう言った。このままずっと若いままなら楽しいだろうにと。証拠りもなく、よくそんな話ができる。ああ、本文を忘るべからずですぞ。今となっては互いに朝廷の重臣であるが、とかく偉人は昔の恥を隠したがる。されど人は誰しも間違いを犯すものだ。猛徳、昔話はもうよい。早く要件を言え。我が軍の兵士たちが待ちくたびれておるぞ。そうですな。貴兄は今この時期に70万の兵を率い、一気に私を討ち取りに来られた賢明です。何を急に。もしこの戦があと5年遅かったなら、確実に我らの勝利だった。されど今は私に勝ち目はない。それは百も承知よ。5年も待つと思うか。猛徳よ、すでに負けを覚悟しておるのであれば、いっそ降伏してはどうだ。何万もの兵士たちを無駄死にさせるだけだぞ。私の勝負をご存知でしょう。死んでも降伏はいたしません。ならば話にならんな。待たれよ。降伏する気はなけれども、和睦を申し入れたいのです。和睦だと。そうです。和を乞う、和を求める。何とでもお呼びください。良いかそう甘いよ。一
下先三寸で私を騙し撤退させる気だな。いやいや、とんでもない。和睦の申し入れです。兄上、今ここで撤退していただければ演習だけを私の手元に残し助手六軍を差し上げます。しかも今後二度と天下を争わぬと誓おう。そなた本気か。さらに誠意をお見せしようと特別な品をお持ちしましたぞ。どうぞあちらです。つまりそなたは和議の印に菅の天使を譲るというのか。ご不満ですか。貴兄が浅な言うな、恋焦がれてきたものだ。直ちに撤退なさるのなら天使をお連れください。今後は朝廷を奇襲に据え、貴兄が天使の名のもと諸侯に命を下せばよい。天使を市中に置くのは重荷でしてな。私は貴兄より劣り、いざとなれば敗北する。それに引き換え天使を得た貴兄は無敵だ。さすれば自らが皇帝になったも同然ではありませぬか。反逆者の汚名も返上できます。仮に今すぐ帝位につく気はないとしても、今後いつでも天使を廃し自ら皇帝に立つことができるのです。いかがかな。教友殿、父上たちは何の話を。かなり時が過ぎましたが。何といっても主君と曹操とは若い頃からの付き合いゆえ、二人の間には語り尽くせぬ思いがあるのでしょう。しかし曹操は昔からずる賢く悪知恵が働く。長話の裏にはきっと何がしかの魂胆があるはず。してとんの。それはこの巨友にも分かりかねまする。和議の印なら天使だけではちと物足りぬな。巨頭を割譲してもらうとする。巨頭は我が州ですぞ。割譲した後どこへ行けというのです。そなたにはまだ遠州五軍がある。歯を唱えるにはそれで十分だ。いや遠州は土地が狭い上に民も少なく、食料の確保さえままなりませぬ。兄上、私は助手の割譲を約束し天使まで差し出すのにさらにお求めになるのですか。そなたが出征する際はいつも巨都の兵を用いる。そうそうよ、巨都を差し出さぬのなら和睦を信じることなどできん。巨都を失えば配下の文官武将たちはこの私を無能な君主とみなし殺しにかかる。万一私が死んだら誰が和睦を守るのですか。連中が貴兄の討伐を企てでもしたら厄介とは思いませぬか。さあ茶を。
さあ。炎丹将軍、これまでだ。ドラウナらしい主君を呼び戻すのだ。開戦準備。よい。いや、待たれよ。見るがよい。主君は早々と茶を飲みながら終始落ち着いて話されている。逆に曹操は懇願しているではないか。え、相続が一体何を。おそらくは僕、あるいは幸福か。若君、主君は勝利を確信しているはず。しばし待てば戦わず勝てるやもしれません。角田殿、相続は悪賢い男ですぞ。待機が長引けば我が軍の兵が動揺きたすに相違ない。あの女たちは。ん、ああ、炎章殿、宮廷の女官たちです。天使に賜った美酒をお持ちしたのです。炎章殿、天使は貴兄を厚く信頼しておいでだ。不戦和議を望んでおられるのです。共に凱旋しようではありませんか。炎章、天恩に感謝いたします。炎章殿、戦か和睦か敵か友か、いずれにせよまず乾杯いたそう。いかがか。乾杯。お座りください、炎章殿。来たのか。皆の者よく聞け。魂に女どもを追い払え。今すぐにだ。戻れ。巨友殿、敵軍は前方ですぞ。後方にはおりません。延喜将軍、すぐ撤去を率いて直ちに後方へ回り、総軍の後方からの奇襲を防ぐのだ。御意。しまった、まずい、まずいぞ。将軍、主君を本陣へお連れするのだ。巨頭を差し出せば今後そなたには兵を向けない。天使に上奏し、そなたを大将軍演習木に任じ、尽きせぬ栄華を約束しよう。うん、まことにありがたき幸せです。炎章、わしがそなたなら決してそう思うとくとは和睦などせぬ。大きな墓一つ与えるのみであるぞ。なぜなら、そう猛徳に最後の息がある限りは猛徳が必ず勝つからだ。
父上、早く本陣へ。何だ、こちらへ。進軍の命は出しておらんぞ。一体何の騒ぎだ。敵の敵機数万が奇襲をかけてきました。何だと。逆賊曹操、天下一の大嘘つきめ、わしが必ずや仕留めてみせよう。父上、お早く。討伐の御事のリーダー開戦。弩弓隊放て。
報告申し上げます。なんだ。曹操と袁紹が関東にて一戦を交えております。私が大業を成す時が来たようだな。何をかようにお喜びで。曹操が関東に進軍した。巨都は当然もぬけの殻。奇襲をかけるのだ。これはまたとない絶好の機会であるぞ。されどやはり慎重になられるべきかと。曹操は並の人物ではございません。心配には及ばぬ。こたびは必ずや巨都を奪い取ろうぞ。戦車隊
歩兵軍、どうかおやめください。行け、我が軍は乱れております。やはりここは退却すべきかと存じます。いや、続ける。我が君、戦いを恐れる者は死す。突撃せよ、行け。あれを、曹操の敵がすでに我が軍の中軍を破りました。今すぐ退却をお命じください。どうかご決断をお願いです。まあ、何をほうけておるのだ。早く主君を連れてるか。退却をするぞ。退却を、さあ、退却いたしましょう。お願いいたします。退却。皆の者、炎症を切るのだ。行け、進め。私の命を取りに来たのか。炎章殿、この劉備がご恩に報いるべく参上しました。どう報いるというのだ。先をお進みくだされ。ここは我らが食い止めます。劉備殿、兵はいかほどだ。五千足らずです。わしは70万の大軍で負けたのだ。たかが数千で何ができると申す。70万で負けただと？何をやっておる。その兵器は飾りなのか。70万の兵士が眼首並べて切らせてたってわけか。一体何日かかった。張飛、お急ぎくだされ。旗を立て直し、早々と再戦を。口惜しや。天は賊を助け、我を助けず。さ、先を急ぎましょう。ここに留まってはなりません。早く。はぁ。いやつなのだ。正面から堂々と戦いを挑めばわしにはかなわん。故に関係で騙した。ほんの短い間に3つもの計を使いよったのだ。
まず和睦を語り、続いてわしに天使を差し出し、さらに女官を使い我が軍の指揮を削いだ。なんたることだ。計は三つでなく四つです。曹操が茶を進め主君をもてなしたのは戦機を引き延ばすためです。我が兵士たちの目がくらむよう曹操は明らかに西日を利用したのです。なんと痛恨の極み。わしは何たる愚行を。ああこの戦わしのせいで皆に累が及んだのだ。何たること。我が君、かように嘆かれることはありません。よく申します。勝敗とは時の運であると。その上我らはまだまだ。私はこたび敗北したことであるものを思い出しました。誰を思い出した？別賀の伝法です。戦の前、伝法は幾度も歓言しておりました。戦に長けた曹操を戦で倒すのではなく、むしろ誠意をもって道を制するべきであると。富国強兵に力を注いでおれば数年後には戦わずして勝っていました。やつの進言を聞き入れておればかようなことにはならなかった。電報はどこにおる？紀州の牢獄に。何？なぜそんなところにおるのだ？お忘れですか。投獄しろとお命じになりました。確か電報の首を曹操の首とともに凱旋の際に燃やすとおっしゃられていたではありませんか。こうしては俺のさ、早く行くのだ。急ぎ伝えよ。即刻電報は釈放。それから向かいを使わせ電報を連れてくるのだ。奴を徴用する。よいな。よい。急ぐのだ。我が君、私が思いますに釈放はともかく電報を徴用なさる必要はありません。何故？主君はご存じないのです。先ほど紀州からの報告を受けたのですが、その関東での我が軍敗退の知らせが紀州に伝わりまして、全ての文官武将と民が一様に悲しんでいる中、ただ一人電報だけが牢獄の中でなんと高らかに笑い有頂天になって吹聴している内容とは、私の口からはとても申せません。申せ。実は電報は大声でこう申していたそうです。主君は凡庸であり独りよがりで使える価値もない。自分の進言に耳を貸さぬゆえ大敗を喫したも必然の結果だと。なんと、断じて許せるぞ。あやつめわしをかくも見下していたというか。誰か。はい。我が国。我が剣を持ち直ちに紀州へ出立せよ。電報を切れ。御意。父上、敗残兵が戻ってきております。まだ40万ほどおりました。主な損失は市長や戦車です。父上、初戦で敗れはしましたが、兵馬は依然として敵の2倍以上。再戦可能です。よし、我らはこたびの教訓を生かし敵を撃破する。伝えよ、全軍5日の間に戦に備えよ。別賀様、先見の命に敬服しました。何のことだ？曹操は戦に長けておるゆえ敗北は必至と今しがた聞いたのですが、
主君が関東で大敗したとのこと。当たらぬことを願ったが、不幸にも現実となったか。おそらく数日もせずに再び主君からお召しがあるかと。そなたは分かっておらぬ。主君は寛容に見えてその実疑り深い。我が軍が勝利を収めれば主君は喜びのあまり過去を忘れ私を許したであろう。だが大敗した今は怒りに震えているはずだ。ああ私も長くはあるまい。申し上げます。主君より背きし罪は許しがたく自害せよと。申してみよ。巨雄か格闘が主君をそそのかしたな。ん、よかろう。老番。はい。筆と墨を持ってきてほしい。主君に遺書を残したいのだ。はい。頼みがある。牢内で死にたくない。星明かりの下で自害することを許してくれ。最後は天を眺めたいのだ。仰せの通りに。天は僧を助け、縁を助けぬか。剣を。まこと無念ぞ。上将、こたびの戦八幡の首を取り武具などもあまた奪い取りましたぞ。炎章はすでに自陣に退却し守りを固め首を引っ込め戦意を失っています。我が軍が失った兵の数は。負傷は2万、死者は7000ほど。まさに干渉であるな。挙兵して以来かつてない大勝利だ。上将、皆も喜んでおります。このまま攻め続ければすぐに奇襲を落とせます。
もしも今敵が攻めてまいったらいかがいたす。そんな炎章が攻撃を。もしもと言ったであろう。みなしたたかに酔っておるではないか。もし炎章が今攻めてくれば間違いなく大敗を喫する。敵に動きがなくとも中軍の首相として敵の襲撃を想定しておくべきだ。直ちに守りを固めます。確かに大勝したが、依然として我が軍が劣勢であることに変わりはない。炎章にはまだ四五十万の兵馬がある。清州、幽州、平州から兵馬や兵糧の調達が可能だ。炎章が敗戦の教訓を生かせば、次の戦は苦しくなるぞ。それに宗人よ、兵糧が残りわずかだ。え、上将、先ほど皆の前で兵糧はまだ100日分あると偽ったのだ。実のところわずか10日余りだ。では撤退されてはいかがですか。我らは凱旋となりますが、敵は敗れ動揺しております。敵は我らの撤退に必ずや安堵するはず。追い打ちはかけるでしょう。わしも撤退したいが、ここで引き上げるのは実に惜しい。うん、純育の不在が悔やまれる。あれがいれば助言を求められるのだが。若君、上将から進退を問う書簡が届きました。上将は書簡の中で、兵糧はほぼ底をつき長くは耐えられぬ。炎章がそれを知れば長期戦に持ち込み、いずれ我が軍は守りに転じるであろうとおっしゃっています。されどその一方、今撤退するのは非常に惜しい。またとない機会を自ら手放し、炎章に息つく暇を与えると。先生、父上は進退についてここにその長短を全て書いておいてです。では我が軍はどうすべきでしょうか。さようです。では若君、上将の意図はいかに。わかりませんでは私が。上将は党に撤退の意をお持ち、ただ明言なさることは避けたい。そこで私に撤退を進めさせる。さすれば上将は兵糧が底をつき、純育の撤退の進言に従わざるを得ない。そう皆に告げることができます。なんと聡明なお方だ。上将のそれは天が第一にあらず、天が第二です。では第一は誰ですか。その座は空いておりますぞ。父上のお望みは撤退の進言。ではどうされるおつもりですか。撤退はお勧めいたしません。むしろ進軍をお勧めします。決して撤退してはなりません。炎章は大敗を喫せど、4つの州の豊かな土地を有し、
多くの電波たは尽きることない兵糧と兵馬を送り出すことができるのです。時は袁紹に利があれど、戦局は上昇に利がある。この機を逃さず再び戦うのです。今この時最も恐ろしいのは兵糧が尽きることではなく上昇が悩まれること。初戦で大勝しながら憂いを抱えておいでです。敗北を恐れていては勝利は得られませぬ。かような進化がおりながら何を憂うことがあろうか。上昇、撤退ですか。引くというものは蹴る。全軍に告げよ。武具を整えるのだ。戦に備えよ。御意。上昇、兵糧はどういたしますか。助手には数万の兵糧がある。直ちに助手に密使をやり兵糧を調達せよ。御意。軍師殿、様子を探ったところ敵は三重の防御。まずは守備兵です。本陣の通里外に配置され、東西南北に分かれております。次に巡回兵、一時ごとに高尉が百騎率いて見回っています。そして将兵がおります。ご覧ください、探騎が出て行きます。間違いなく救援を求める伝令だ。直ちにあの馬を追い矢で射るのだ。やはり思った通りだ。ここに宋アマン、そなたの指揮が来たぞ。我が君、紀州幽州から援軍が続々と到着しております。青州の兵糧10万も明日には届くかと存じます。こうなりますと我が軍は騎馬軍8万、歩兵軍25万、水軍10万、合わせて43万です。その上兵糧も100日は持ちます。よし、我らは確かに損失を被ったが、依然として軍も兵糧も多い。伝えよ、全軍は10日で兵を整え、その後曹操を滅ぼすのだ。ああ、実はお耳に入れたき些細なことがございまして。申せ。行軍大使によれば、本来5万の兵糧を納めるべきが、巨勇の子がそこから横領したため3万ほど不足したと。そのため支障が出たとのことです。それが些細なことだと申すか。強敵を前にし兵糧は生死に関わるのだ。してその横領のことを巨勇は知っておるのか。ああ、巨勇の子が牢内で白状し、父親も感知していると。横領した兵糧は父親の屋敷の修繕に当てたようです。巨
という目背きおって、ひとまずこのままに戦が終わった後精査し重罰に処する。ご賢明です。我が君、申し上げたきことがございます。早々に衰えの兆しが我らに勝機が巡ってまいりました。お角戸殿もおったか早々に衰えの兆しだと。さようです。実は宵の口から私は兵を引き連れて敵陣の偵察に参りました。見たところ防御は固く、隙は全くもって伺い知れず。ならばいずこに兆しとやらが見えた。一つどうか焦らずお聞きください。私が戻ろうとしたその時、短気が飛び出してまいると、そのまま助手の方へかけて行きました。その上、それは間違いなく伝令であろう。伝令。それでは尋ねるが、火曜の夜に伝令が何用で使わされたか。目下両軍は睨み合いを続けております。敵は大勝すれど防御は固い。しかもその上わざわざ短気を飛ばすなど必ず何かあるはず。そう考え配下の者に後を追わせ、その身に矢を放ちました。すると伝令の腰から曹操の軍令が出てまいったのです。どうぞご覧ください。曹操は明らかに兵糧が尽き、兵器も足りず、もはや持ちこたえられません。そのため兵糧と兵器を求め助手に伝令を送り、危機を脱しようとしたということ。私はこの軍令を読み終えて特進いたしました。曹操の防御があれほどまでに固く、何ら揺らぎのないのは好きな人我らに思わせるためだが、それがかえってあだとなった。つまり曹操が今最も恐れていることは我々の攻撃なのです。巨友、そなたの算段は。我らはこの戦機を逃してはなりません。40万の軍を総動員し二手に分ける。まずは10万の兵馬で関東の敵陣に攻め入ります。残り30万の精鋭で京都に奇襲をかけるのです。我が君、この二つの策ならばどちらが成功を収めようと曹操は滅びまする。この巨友断言いたしますが、どちらの策も必ずや成功を収めます。全ては曹操の狙いである。主君が騙されるとお思いか。角戸殿、なぜそんなことが言えるのだ。曹操は明らかに危機に瀕しておるのだ。曹操はそなたの見ている前でわざと伝令を出し、軍令を奪わせ我らが夜襲してくるよう仕向けたのだ。曹操はすでに網を張り伏兵を配置し我らを滅ぼすつもりだ。敵は明らかに兵糧が底をついておりますぞ。兵器も足りていない。今こそ曹操を滅ぼす絶好の機会なのです。もし曹操が兵糧や兵器を調達すれば、間違いなく戦機を逃すゆえ。いえ、聞いて我が君、この軍令決して信じてはなりません。お忘れですか。ほんの数日前、曹操は天使を利用しおびき出し和睦を語った。曹操は天使すら己の道具として利用するのです。ましてや軍令などは。ああそうだ、またもや曹操に騙されるところだった。教諭、今後はよく考えて進言するのだぞ。ひとまず曹操のこの軍令が計りごとであるか、それはさておいたとして、
全く思いもよりませんでした。曹操のずる賢いという印象が本人の悪巧み以上に恐ろしいとは。どういうことだ。角人殿のその目には何もかもが計りごとに映る。それだけ曹操がずる賢いからです。つまり皆あらかじめ曹操を恐れ不安におののいておる。しかし実のところ曹操にそれほどの力はない。そなたたちの心にある曹操への恐怖心が奴の強さを助長しているのです。巨友、そこまでにしろ。我が君、どうかお許しを。なれど私の無礼はほんのひととき。曹操の傍若無人な振る舞いはとこしえに続きますぞ。我が君、伝法殿が自害を。ああ、死んだのか。はい。伝法は何か残したか。亡くなる前に主君に遺言を残されました。心が乱れておるゆえ、やはりそなたが読め。我が君、私の死の知らせがお耳に届いたとき、きっと悔やまれることでしょう。私は傲慢なれど、その罪は死に至るほどではありませぬ。私の死に際し、精進の残言があったはず。すなわち忠実なふりをした巨友です。巨友と曹操は窮地の中同門の徒、関係は断たれたように見えて続いています。曹操に勝利を収めれば、巨友は主君に忠義を尽くします。なれどもし敗北すれば、巨友は主君に背き敵に下るでしょう。あろうことか、伝法め死を前にして我が心に刀を突き刺すとは。巨友、そなた本当に曹操と窮地の中なのか。はい、申し上げます。私と曹操の故郷は二里と離れておりません。そして幼い頃共に学びましてございます。されどこの巨友主君に従うことを決めて以来、あの曹操とはたとえ死すとも相入れません。そなたは曹操ともしや未だに通じておるのか。かようなことは誓ってございません。伝法は私を陥れようとしたのです。人のまさに死なんとするや、その言うことよしと申します。伝法が死の間際に私を陥れれば、誰もが信じることでしょう。もうよい。巨友、そなたの残言が伝法を死に追いやった。ひとまず今は殺さずに置いてやる。曹操を滅ぼした後、そなたを重罰に処す。下がれ。情けない無能な君主め、忠言は耳に逆らい使える価値もない。このままでは私も伝法と同じ鉄を踏むことになる。
報告。客人の来訪でございます。主君の旧友巨友と名乗りお会いしたいと。巨友が